今日は何がご入り用かな。この商品で前回り、今後も吉野に頼むぞ。あら、可愛らしい服ができたじゃない。めぐみんに似合うんじゃないかしら。私の好みではありませんよ。しかし、あまり見かけない服だな。これはどういった趣旨の服なんだ？俺の国の学生が着ている服に似てるな。そうなのですか。まあ何はともあれ、服が完成してよかったですよ。そうだな。って、ん？どうかしましたか？この服、動いてないか？気のせいではないか。ちょっと見せてみろ。え？は？今、服がカズマをビンタしたような。いった！ちょっと待って、なんだこの服！ねえ、なに、なんなの？新手のモンスター？ちょ、痛い、痛い！あん！なんですかこれ、まるで…あ、アクアダグネス、カズマから離れてください。うん。カズマどうです、まだ動いていますか？いや、止まったみたいだ。ではダグネス、カズマに近づいて話しかけてみてくれますか？わかった。カズマ、大丈夫か？ああ、手またかよ！一体何なんだこの服は！嫉妬ですよ、嫉妬！この服はカズマに嫉妬しているんです！もしかしてそれは服の効果の？おそらくですが。おいおい、つまりそれって服が意志を持ったってことか？意志と呼べるほどのものではないと思いますが、近しい何かがこの服に発生しているとは思います。ねえ、こんな服で大丈夫なの？後で怒られたりしない？さすがにこんな服を渡すのは危険か。でももう期日は目の前です。作り直している時間なんてありません。そうなんだよな。おい、ダクネス、この服を持ってくれるか？ああ、構わないが。で、俺がダクネスに話しかけたらどうなるか、実験だ。なるほど、嫉妬の矛先が変わるか確認するんですね。行くぞ。よう、ダクネス、今日も美しいな。なっ！痛い、すごく痛い。なるほど、嫉妬の矛先はカズマにしか向かないようですね。考えられるのは、服は女性ものだから男のカズマが対象になっている。あとはカズマがこの服を生成したからでしょうか。鳥の被害の擦り込みみたいなものか。よし、じゃあ次の実験だ。誰かこの服を着てみてくれ。え、そんなの嫌よ。そうですよ、こんな気味の悪い服を着たらどうなるか。だったらこのままセナさんに渡すか。それこそ状況が悪化することになりかねないぞ。では試しに着てみたとして、一体どうなるというんだ。必要なのは貴族が求める効果が出るかだ。それが出ることが確認できれば、勝手に動くことがありますって注意文をつけて、とりあえず依頼を完遂とできる。それにこの服を依頼してきた貴族がどんな人間か知らないが、珍しいものを欲しがっているのは事実だろう。もしかしたら勝手に動くという部分が逆に受け入れられるかもしれない。言いたいことはわかりますが。腹をくくってくれ。
お前たちだってこのまま冤罪で極刑になるなんて嫌だろう。ダクネス、頼めるか？いやいやいや、私には似合わないだろう。そうか？意外にいけると思うぞ。もう少ししっかり考えろ。アクアかメグミンの方が私よりも絶対に似合う。いいから来てくれ。嫉妬するダクネスを見てみたいかも。なぜだ。ほら、お前って見てくれはいいじゃん。許容できないところはいろいろあるけど、そういうのを除いた見てくれだけのお前に嫉妬されるのは悪くないかもなって。さすがカズマ、私のツボを心得ているな。だがやはりお前に嫉妬するのは恥ずかしい。スカートは短めがお好みですか？急にどうした？短すぎるのはお前に似合わないか。いや、でもそれが逆にいいのかもしれない。待て、なんだその目は。一体何を想像している？短いスカートのダクネスってそうなるのか。やめろ、そういう恥ずかしめは私の好むものではない。お前にこの服は似合わないと思うんだ。私もそう思うぞ。だがお前が来てくれ。なぜそうなる？いや、だってその方が面白いし、お前もそういうのを望んでるだろ。ふざけるな。似合わない服を着て失笑されるなど、私が望む恥ずかしめじゃない。それにお前のことだ。自分で見るだけでは飽き足らず、町の皆に言いふらすのだろう。町の男どもからキイの目で見られ、陰でクスクスと笑われる私。お前はそんな私をさらに笑い、こう言うんだ。おいダークネス、着るのか着ないのかはっきりしてくれ。着る！じゃ、俺は部屋で待ってるから、着替え終わったら来てくれ。カズマ、聞きたいことがあるのだが。昨日の夕刻、お前はどこで何をしていた？昨日の夕方？何してただろう。そうやってごまかされるのは好きじゃない。怒ったりしないから言ってくれ。こっちだってこうやって探られるのは好きじゃない。何かあったなら言ってくれよ。では、単刀直入に聞こう。昨日、楽しそうに話をしていた女はどこの誰だ？沈黙は私に言えないやましい何かがあると解釈するぞ。待て待て、そう結論を急ぐな。ああ、間違いない、間違いないよ。昨日は確かに女の子と話をした。でもそれをお前にわざわざ報告する理由なんてないだろう。どうしてだ？私はとても不安になったのだぞ。
で俺が女の子と話してるところを見ただけで不安になるんだよ。わけわからん。それはあれだ。あれとは？私の話はいいんだ。とにかくさっきの質問に答えろ。昨日の女はどこの誰なんだ。いやだから答える義務はないって言ってるだろうが。それでも言うのだ。いやだ。それなら私にも考えがあるぞ。おう、なんだ。腕力に訴えかけるか。俺が真正面からバカ正直にやり合うと思うなよ。相手の女にお前がどういう人間なのかを全て話す。なんだって。私は同じ女として心配しているんだ。このままではカズマの毒牙にかかり想像を絶する恥辱を味わわされるのではないかと。うん、とりあえず聞こう。まずはそうだな。薄着の私を獣のような目で見ているという事実は伝えておくべきだろう。おい！あとは私の洗濯物に興味津々でいつもこそこそ見ているというのも外せないな。見てねえよ。そうそう、これも言うべきか。夜な夜な風呂の残り湯を。待て！お前適当なことを言いふらしたら本気でぶん殴るぞ。確かに私の想像による部分はあった。それは否定しない。しかしそれも全てお前の心にしっかりと寄り添い導き出した答えだと胸を張って言える。いいかカズマ、冷静になって考えろ。普通の女はお前の視線にさえ耐えられないのだぞ。しかし私は違う。お前が望むハードコアプレイを全て受け入れられるんだ。うるさい、くだらないことを力説するな。だいたい俺は普通の女の子の方が好きなんだよ。お前みたいな変態はストライクゾーン外なんだ。いや、これはそうか。なるほど、さすがカズマだ。かゆいところにも手が届く、まさに匠の技。これは心を貶めるプレイなのだな。なんだって？お前はこれまで散々私に気を持たせるような言動を繰り返してきた。うん。それで？人に期待をさせるだけさせておいて、他の女に興味を示す。その結果私はどうなるだろう。そう、深く傷つき、人を信じられなくなるんだ。人を信じられなくなった私は自暴自棄になり、酒に溺れるのかもしれない。しかし、どんなに酒を飲んでも、お前の顔が頭に浮かんでくるんだ。私は考えるだろう。どうして私ではなく、他の女を選んだ。こんなにカズマを思っているのは、私しかいないのに。愛おしい。しかし憎くもある。カズマに選ばれた女が、そして私を選ばなかったお前が。おい、ダクネス、なんか思考が危なくなってきたぞ。なあカズマ、そうなった私は一体何をすべきなんだ。どうすればいい。よく考えたら俺が見てるのはダクネスだけだわ。他の女にはこれっぽっちも興味ないかもな。そうやってまた私を浮かれさせて嫉妬心の肥やしにするつもりなのだな。さすがだなカズマ。赤、メガミン助けて。ダクネスの服を早く脱がせてくれ。ここで服を脱ぐ意味はわからないが、お前のことだ。きっと私を貶めるための策を練っているのだろうな。カズマ、私ならそのようなプレイも受け入れるぞ。
いいからお前はアクアとメグミのところに行ってその服を脱いでこい。今すぐだ。このスマ効果も確認できたし、後でセナさんのところに持っていくか。そうだカズマ、ちょっと気になることがあるのだが。どうした？その服を着るときに全身に電気のようなものが走ったんだ。静電気じゃないか？気にするようなことじゃないだろう。それならばいいのだが。はあ、これで自由の身だ。もうアクセク働かなくていいのね。自由って素晴らしいわ。二人とも少しだらけすぎではないか。今朝からずっと動こうともしないで。動いてるぞ。トイレに行ったり飯を食ったり。私は紅茶も入れたわ。二人揃ってへりくつを言うな。まったく。いいじゃない、もう全部解決したんだから。今日くらいはゆっくり休ませてよ。なあカズマ。なんだよ。お前も本当に全部解決したと？おいダクネス、今思ってることは絶対に口にするなよ。どういう意味だ？どうせ例のレシピについて考えてるんだろう。当然だろ、あれはあまりにも都合が良すぎる。俺もそう思ってるよ。だからこそ例のレシピについては興味本位で詮索なんてしない。理由はお前が言ったようにあまりにも都合が良すぎるからだ。そんなもん絶対に何かあるに決まってる。しかもそれはろくでもないことだ、間違いなくな。なあカズマ、そのろくでもないことはもう終わったと思うか？ああ、うるさい、そんなこと考えたくもないんだよ。ねえねえカズマ、それよりも今夜はどうしましょうか？なんだよ今夜って。そんなの決まってるじゃない、全てが解決したお祝いよ。なるほど、打ち上げってやつか。それも悪くないかもな。ねえメグミンは？今夜のことについて相談したいのにずっと姿が見えないのよ。ああ、そういやそうだな、どこに行っちまったんだ？カズマ、身に覚えがないのか？え？俺？あれは言い過ぎだ、めぐみに謝罪すべきだろ。あれ？だから、ほら、あれだ、私が変な服を着て。ああ、あれか。問題ないな、レシピにある素材はすべて揃っている。長い道のりでしたが、これで服ができなかったら無意味ということに。ねえカズマ、これ本当にできるんでしょうね？俺に聞くな、そんなもんやってみないとわからないだろう。失敗すれば私たちはこの町から追放されてしまうのか。しかしそれはそれで、カズマと野宿、考えただけでゾクゾクするな。あんた、まさか私たちのこともいやらしい目で見てるの？もしかしてわざと失敗する気でいたりする？撃っていいですか？撃つないよ、追放される気なんてないから。でもまあ、ララティーナ女王様に特訓されたからな。万が一サバイバルってことになってももう大丈夫だろう。その呼び名はやめろ。しかしそのあれはすごい服でしたね。ボンテージでしたっけ？メグミンまで思い出さないでくれ。でもとっても似合ってたわよねえメグミン。確かにぴったりでしたね。あの服が似合うとはさすがタクネスだ。それは褒めていないだろう。いやいや褒めてるぞ。あれはなんて言ったって女王様の衣装なんだ。
前の体も女王様クラスってことさ。めぐみなんて一生縁のない服だ。何を？私だってあと数年もすればダクネスのような大人の体に。無理だろ。何を根拠に。ダクネスは無理でも最低でもアクアレベルには。最低って失礼なんですけど、私は金星の取れた完璧な美しさを備えてるんですけど。そうだな、確かにバランスってのも重要だ。大きさよりも形を重んじる派閥もいる。だがめぐみんの場合、その域に達する可能性すら。哀れんだ目をしないでください。これから成長すると言っているじゃないですか。そうかそうか、するといいな。この男。じゃ、無駄話はこのくらいで服を作ろうぜ。無駄？湯にこと書いて無駄とのたまいましたか。いいですよ、絶対に絶対にカズマが泣いて謝るような大人ボディになってみせますから。ああ、楽しみにしといてやるよ。お前が大人バディになったら土下座して謝ってやる。ふーん、言いましたね、言いましたね。必ず土下座させてやりますから、今の言葉忘れないでくださいよ。確かにあれはひどかったわね。俺は事実を言ったまでだ。それのどこが悪いんだ。未来は決まっているわけではない。そこまで否定することはないだろう。成長する可能性はゼロじゃないだろうが、今があれじゃあな。まあダクネス並みに成長したら土下座するってのもマジだからおあいこだ。絶対にないだろうけどな。謝る気はないわけか。そんな態度ではメグミンは帰ってこないぞ。まあカズマのそのどこまでも腐った性根は悪くないと思うがな。そこはブレないのな、お前。てか腐ったって。お腹が空いたら帰ってくるでしょう、めぐみんだもの。アクアまで。だったらどうしろって言うんだよ。探しに行って謝れって言うのか。それこそ子供扱いしてるって余計に怒らせるのがオチだ。かもしれないが。ほら、噂をすればめぐみんが帰ってきたわ。それじゃあみんなでご飯を食べに行きましょう。今夜は飲み明かそうよ。佐藤一馬、佐藤一馬はいるか。なんでここでセナさん。佐藤一馬、貴様に窃盗の容疑がかかっている。話を聞かせてもらおうか。はぁ、ちょ待ってくれ、なんで俺にそんな容疑が。カズマ、今度は何なのよ。ほら謝るわよ、私もごめんなさいするから早く。なんでだよ。ここのところはバイト三昧で、そんなことする余裕なんてなかったってお前も知ってるだろう。カズマの言う通りだ。ここ数日カズマは貴族殿の要求に応えるために奔走していた。そのような犯罪に手を染める理由も余裕もない。私たちが証言できる。ダークネス。容疑がかかっているのは佐藤カズマとその一味全員。身内の証言など無意味だ。それに今回の件はお前たち以外には行えない犯行だ。ちょっと、それどういうこと。私は何もしてないわよ。昨夜貴族殿の屋敷に再び賊が侵入した。賊はお前たちが先日貴族殿に納めた衣服を盗んでいったのだ。問題は賊が盗んだものが衣服だけだったことだ。他の品々には興味を示した形跡すら。つまり衣服を目当てに侵入したとしか思えない。そしてあの衣服が貴族殿の元にあることを知っているのはお前たちだけだ。確かにそうだが。でも俺たちじゃない。
第一納品しておいて盗むってどんな意味があるんだよ。意味はお前たちに直接聞けばいい。だから違う、俺たちは無実だ。ではそれを証明できるの？それはできないようだね。待ってよ、私たち頑張って働いて言われた通りに服を作ったのに、こんなのあんまりよ。貴族殿も同じことをおっしゃっていた。お前たちが犯人ではない可能性もある。故に今回の件についても特別に恩情を与えられるそうだ。それはつまり、今回貴族殿が望む衣服を用意できれば罪を許すとおっしゃっている。またなの？条件を飲むか、それとも窃盗の罪でこの場で逮捕されるか、好きな方を選べ。カズマ、どうするの？どうするもこうするも飲むしかねえだろう。逮捕されたら終わりだ。これはもう仕方ないな。条件を飲むということだな。では今回の衣服だが、こちらに詳細な指示が書かれている。それからもう一つ、こちらも渡しておく。ウィズ魔道具店の店主より聞き込みに行った際に預かる。では今回も貴族殿の恩情に報いるよう。このスマ、なんでよ、なんでこうなったのよ。こんなのおかしいわよカズマ。なんでなのか俺だって知りたい。一体どこのドイツや服を盗んだんだよ。しかもまたレシピがウィズのところに届いたって。毎度親切にレシピを用意してくれるのは誰なんだ、こうなることを把握していたとなると、服を盗んだのとレシピを用意したのは同一人物なのかもしれないな。だからそれは誰なんだよ。どうして私たちにこんなことさせるのよ。まさかこのままずっと服のために働き続けろっていうの？アクアの言う通りだ。これはもうこちらが犯人を捕まえない限り永遠に続くのではないか。捕まえるって。カズマ、どうした？いや、犯人を探すより服を作って納品して無罪放免になる方が確実だ。今回もそれで行こう。しかし、させないでくれ。助けてください。メグミンが。メグミンがどうしたんだ？メグミンが小さな胸にも需要があるって言い出したんです。は？前略、敬愛するお父様、私は騎士としてまた新たな困難を乗り越えました。今の私の姿を